ちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。今回は、東京大学の志願者数が確定したので、それを紹介します。それでは、早速見ていきましょう。東京大学の志願者数は、次の通りです。全体的に減少しているね。上から順に倍率は、3.2、2.8、2.9、2.5、3.3、3.7 だよ。じゃあ、倍率から見た狙い目は、理科一類ってことになるね。また、合格最低点を見てみると、文系は6割強だね。合格最低点の推移を見ても、文系は7割取れれば、合格最低点を越せるね。理系は、理科3類以外は 6.5、7割取れれば、合格最低点は越せるね。理科3類の場合は、7.5、8割は必要だね。東京大学は二次試験が勝負だから、最後の最後まで、対策をして、合格点を取れるようにしよう。以上です。現在、大学受験チャンネルで、配信を予定している動画は、次の通りです。掲載した動画以外にも、様々な動画を配信する予定です。また、リクエストがあれば、その動画も作ります。両津でのコメント欄や公式 Twitter まで、お気軽にどうぞ。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備高校士監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。